今日もこんにちは。プライマーチャンネルの藤田と刈込です。今日もよろしくお願いします。お願いします。このチャンネルは、マニラでライフスタイルメディアをやっているフィリピンプライマーがお送りしております。今日は5月の28日午後7時、プライマーニュースで張り切ってやっていきたいと思ってますが、今日は、今夜ですね、ドテルデさんの会見があるみたいですね。なんですけれども、刈込さんどうですか？はい。大方の予想では、メトロマニラも GCQ になるんじゃないかと。ということで、話が回ってますね、はい、こちらも後ほどお伝えしたいと思ってます、はい。ドテルテさんのね、今夜の会見はですね、また別動画で上げていきますので、そちらの方もまた楽しみにしておいてください、では今日のトピックス、刈込さんお願いします。はい、はい、5月28日のトピックスです、航空便運航状況、フィリピンローカルニュースは、メトロマニラ6月1日から一般的地域隔離措置へ緩和か、これは GCQ へ緩和かってことですね、フィリピンを含む111カ国から日本への外国人入国規制実施、ジャパニーズヘルプデスク BGC マカティセブの一部で営業再開、フィリピン貿易産業省全輸入製品に 5% 追加関税を検討、新型コロナ対策予算捻出か、PLDT ツイッターがのアカウントが乗っ取られる、隔離措置対象ホテルにディスカバリープリメラ、他が追加されました、ゴルフ場オープン状況と、新型コロナウイルス感染者速報をお送りいたします。よろしくお願いします。航空便運航状況です。本日のアップデートは ANA 運航状況としまして、羽田発マニラ行きの6月3日、6月10日の便が運休されたということです。では、JAL 運航状況からやってまいります。6月末までの運航スケジュールとしまして、マニラ発成田行き、成田発マニラ行き、どちらも火曜日で運航です。ANA 運航状況、5月22日から6月30日までの運航スケジュールとしまして、マニラ発羽田行き、月、水、金、羽田発マニラ行き、月水金、6月3日、6月10日は運休です。また、フィリピンに入国できるのはフィリピン人、外国籍の方はそのフィリピン人のご家族の方のみです。メトロマニラ、6月1日から一般的地域隔離措置へ緩和化ということでですね、新興感染症に関する省庁間タスクフォース、IATF は近日、6月1日以降もコミュニティ隔離措置について発表する予定と。ということだそうです。5月25日火曜日、メトロマニラの各市長の間で行われました会談では、最終的には IATF の判断に任せるとして、 GCQ への緩和を期待されているということを声明しました。なるほど、はい、5月26日の各市長の会談の時ですね、はい、これだからあれですね、ECQ から GCQ に移行するということですよね。そうです。MECQ から GCQ への移行ということですね。はい。はい。また、自治省、ディーリですね。こちらのエドワルド長官によりますと、IATF は5月の27、水曜日、昨日ですね、ドゥテルテ大統領へ進言済みであり、木曜日もしくは金曜日、今日明日のうちに最終判断がなされるということをおっしゃってました。はい。はい。藤田さん、こちらいかがでしょうか。これもあれですね、ドテルテさんの会見待ちましょう。はい。ということですね。はい。フィリピンを含む111カ国から日本への外国人入国規制実施ということで、日本政府は5月の25日、水際対策強化として、入国拒否の対象地域を111カ国に拡大すると発表し、フィリピンの現地メディアもこちらをスクープしています。これは5月27日午前0時以降に到着する方が対象となり、永住者、日本の配偶者など、永住者の配偶者など、定住者の在留資格を有する人が5月26日まで再入国許可を持って日本を出国した場合には、再入国が原則として可能。5月27日以降に日本を出国する場合は、入国の拒否対象となるそうです。ABS、CBN でもこちらのニュースは取り上げられていて、はい、やはり注目度が高いんですね、うん、あ、注目されるということですね、はいはい。ジャパニーズヘルプデスク BGC マカティセブ一部で営業再開、9
海外での急な病気や怪我の際も安心して病院に診察、患者のサポートをしていただけるジャパニーズヘルプデスクさんですが、コミュニティ隔離が講じられ、以降営業を中止しておりました。この度一部エリアで営業を再開されたそうですので、ご紹介いたします。よかったですね。はい。よかったですね。マニラではマカティメディカルとセントルークスでの再開ですね。サイブエリアではマクタンドクターズホスピタルと ARC ホスピタルマクタン。JHD スタッフが、非常、駐在しているそうですね。はい、はい。お問い合わせなど詳細は概要欄からご確認いただきます。フィリピン貿易産業省、全輸入製品に 5% 追加関税を検討、新型コロナ対策予算を捻出。フィリピン貿易産業省 DTI は新型コロナウイルスの感染予防対策予算を捻出するため、すべての輸入製品に 5% の追加関税を課すとすることを検討しております。5月25日付の国営通信ほか、各地元のメディアが報じているそうです。また、フィリピン大統領府は5月2日にも新型コロナウイルス感染拡大防止を政府予算に充てるために、原油と石油製品の輸入関税を 5%、失礼しました。輸入関税を 10% 引き上げることを規定した大統領令を発令しているということです。藤田さん、いかがですか、はい、このニュース。まあ、税金必要ということですよね。はい。まあ、しょうがないですよね。まあ、原油はね、今ちょっとね、安いんでね、そんなに 10% かかっても分かんないかもしれませんけれども、はい。まあ、とりあえず税金必要なんで仕方がないかなというふうに思います。はい。PLDT のアカウントが乗っ取られる。ということで、こちらは、フィリピン大手インターネットサービスプロバイダーである PLDT が保有するツイッターの公認であるアカウントがですね、何者かに乗っ取られてしまわれたそうで、そのものによるいたずらツイートが巷を賑わせています。はい、スライドにあるこの2枚の画像なんですけれども、はい、左側の方でですね、直訳しますと、インターネットの高速化を求める私たちは不正を許さないということが書かれておりまして、アカウント名もですね、もともと PLDT ケア、直訳すると PLDT のサポートというところがですね、PLDT doesn't care、PLDT はサポートしませんと、変更されていたんですけれども、乗っ取られた約2時間後に、このツイートの削除とアカウント名が修正されました。はい。なるほど。はい。いかがですか、藤田さん。はい。そうですね。まあ、乗っ取りはね、良くないですけどね、回線スピードは速くなってほしいな。間違いないですね。間違いない。はい。はい。今後の改善を期待しております。PLDT さん。はい。はい。フィリピン入国後、隔離措置対象ホテルにディスカバリープリメラなど、追加ということで、5月26日時点の情報なんですが、現在日本からフィリピンへ入国した際に PCR テストを受け、陰性結果を入手するまで隔離措置へ、隔離施設で行われることを前回の体験記でもお伝えしたと思うんですけれども、隔離中に滞在可能なホテルが追加されたそうで、その情報を入手しました。はい。はい、5月26日時点で DOTR から、承認を受けている隔離中滞在可能なホテルですが、今後も増えていく予定ということで、こちらのスライドにありますホテル、ディスカバリープリメラさん、ミダスホテルさん、アスコットホテルさんなど、はい、ホリデーインさんとかも利用できるそうですので、フィリピン入国前から、予約を取ることができるホテルも中にはあるそうで、外国人のみを、はい、受け付けるなど、まあ、フィリピン人は OFW ならちょっとごめんなさいと、いうところも、あるそうですので、もしフィリピンに来られる、予定が日本から直近である際は、こちらのホテルにあらかじめご連絡いただいて予約されることをお勧めします。なるほど。確かにね、あれですよね。多分、無料で、あれですけど、船に泊まれるっていうのも選択肢として、はい、あるって言ってましたよね。はい、あります。ちょっとお金払ってでもいいからちょっといいホテル泊まりたいなっていう感じはしちゃうよね。わかります、わかります、ね、はい。ちなみにね、これディスカブリー、プリメアさんなんですけれども、ここね、一人で1泊5000ペソなんですが、ちょっと高いっちゃ高く感じるかもしれないですけど、
ここだったら5000ペソ払ってもいいなっていうようなホテルなんで、うん、はい、逆にお得かなっていう感じはしました。ね、まあ、1人1名だけだそうですけどね、はい、それは。あ、確かの3食付きだったと思います、うん、プリメラさんは。そう。すごいお得な付きなんで。まあ、お得なという言い方したらあれなのかもしれないけど、はい、ね、だったらいいかなとかっていうふうに思っちゃいますよね。はい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 、メトロマニラ、ラグナのゴルフ場が、来週から10週間ぶりに営業再開となる可能性が出てまいりました。はい、これとってもホットなニュースです。もう本当に先ほど言ったばっかりのニュースなんですけれども、5月27日水曜日に IATF が発行した決議書によりますと、マニラやラグナを含むエリアが6月1日から GCQ となることが記載されております。最後にドゥテルテ大統領の承認が必要になるんですけれども、そういうふうに記載されておりまして、はい、これが行使されるのは IATF がスポーツに関する実施規則、規定書が発行されてからになるそうなんですけれども、今夜にでも言っているのが、はい、メトロマニラも実施規定になりますというふうに宣言されますと、6月1日月曜日から、それこそラグナの工業団地近くのゴルフ場がオープンするのではないかということで、はい、体を動かさないとね、あんま、いや、逆に体ね、はい、壊しちゃうことになっちゃうかもしれないんで、はい、はい、ぜひぜひ皆さん楽しみにしていただければと思います。はい、新型コロナウイルス感染速報です。5月28日午後4時の、はい、速報になります。トータルナンバー、はい、感染者数が 15,588 ケース、回復された方が 3,598 ケース、亡くなった方が921名、はい、で現在も、感染中ということで 11,069 名の方がいらっしゃいます。本日のニュースは以上です。ということで今日も、ニュースやってきました。刈込さん、いかがでしたか？そうですね、やはり6月1日からの動きがすごく気になります。今夜のニュースも、ずっとウォッチしていたいと思ってます。はい、わかりました。じゃあ出たらね、速報としてパシッとあげますんで。そうですね、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあではですね、今日は、オフィスの前でですね、ペレアストリートの前の、映像でお別れです。今日もありがとうございました。ありがとうございました。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。